マンチェスター・シティ女子が9月12日、クラブの公式 X を更新。今回に加入した日本女子代表 DF 清水梨沙の現状を伝えた。清水梨沙の現状を伝えた。画像、U20 女子ワールドカップに挑む、笑顔でポートレート撮影に臨んだヤングなでしこを特集。パート1、オリンピックのスペイン戦で全十字じ帯を断裂した清水梨沙の手術は成功しました。 今後は CFA でリリハビリを続けます。マンチェスター・シティのスタッフ一同彼女の回復を祈っています。先のパリ五輪リに出場した清水はグループステージ初戦のスペイン戦で先発も後半途中に負傷交代無念の離脱となった新天地では怪我からのスタートを余儀なくされた清水に SNS 上では幸運を祈る手術が成功してよかった 1一日も早い回復を祈っている。早く良くなってね。焦らずにね、ずっと応援してます。